で朝ごはんもいっぱい食べたし、元気いっぱいだよ。いいな。私緊張してちょっと寝不足。私もいつものベッドじゃなかったから眠りが浅かったかも。でも泣いても笑ってももうすぐ本番だ。みんな気合い入れていこう。開会式までもう少し時間があるから、機材の位置関係とかステージの広さとかスタート時の立ち位置とか細かい部分をチェックしておこう。私としては野外ライブだから光の当たり具合も気になるところね。え、なんで？今日はすごくいい天気だよ。だからよ、日差しが強いってことは反射してステージの映像が見づらくなるかもしれないでしょ。あ、そっか。せっかくムニちゃんが作ってくれた映像、客さんから見えなかったらもったいないもんね。そう、映像のコントラストを上げるとか、ちょっとだけでもモニターの角度を変えられないか確認するとか、とにかく状況が悪かったらって考えたら気が気じゃないの。最終的には妥協するしかないんだけど、何せ相手は太陽だし。うん、みんな真剣そのものって感じだね。邪魔しないように静かに話そう。あ、京子ちゃんとしのぶちゃんも来てる。おはよう、リンクちゃん。今日も元気みたいだね。ほんと、朝から元気だな。だって2人を見つけて嬉しくなっちゃったんだ。嬉しくなったって子供かよ。みんなステージの下調べ？はい、本番前に最終チェックをしておこうと思って。あれ、でもピキピキの出番ってかなり先ですよね。今日はどうしてここに？そうだね、もちろん当日も見に来る予定なんだけど、どんなステージなのか自分の目で早めに見ておきたかったんだ。あとはもし会場に来てたらアイリさんにも挨拶できたらと思ってたんだけどね。アイリさん？前にちょっとお世話になったんだけど、まあこれは後でもいいか。ともかくみんなのパフォーマンスも楽しみにしているよ。うん、私たちとっても楽しんじゃうんだ。それは頼もしいね。まあ私たちがプレイしたら観客の印象は全部ピキピキのものになっちゃうんだけどね。そうならないように頑張ります。私たちのパフォーマンスを見て腰抜かしても知らないんだから。じゃあまた。二人とも、じゃあね。さすがピキピキ、前回の優勝者の余裕だね。京子ちゃんたちどんなステージにするのかな、楽しみだね。もうリンクは本気すぎ。よろしく。そうですね、やっぱり1秒でも早くステージの空気を感じたくなったのはあるかもしれません。
いします。行っちゃった。確かにアルテミスの存在は大きいけど、でもやっぱりやるからには全力を尽くしたいよね。そんなの当たり前じゃない。そうだよね、全力でやらないと楽しくないもん。勝つとか負けるとかそういうのはちょっとまだわからないけど、私たちは全力でやるだけだよね。うん。スリー、ツー、ワン、スタート。前と違って今回は DJ ユニットとして参加するんだから、両方は無理でしょ。逆に考えればそれだけ本腰だって言えるのかも。司会といえば私でしょ。待ってても全然呼びに来ないからおかしいと思ったんだよ。え？そうだったの？ごめんごめん。いや、まさかそんなことになってたなんて。よし、それじゃあ今回の司会は譲っちゃおう。私の代わりにしっかりと司会頼むよ。また来るね。少し早いけどご飯にしようか。腹が減っては戦はできぬでしょ。そうだな、食事をしつつフェスに参加しているユニットの見学とでもするか。賛成。そうと決まれば行こう行こう。
るみさん、みーこさん、あれほど離れないでと言いましたのに。まあまあ、はるなちゃん、二人のことだからきっと大丈夫だよ。ほら、困った時はここに集合って。あ、はるなちゃん、ほらあそこ。あそこ、あの可愛らしいヘビのぬいぐるみはくるみさん。わあ、びっくりした。もう委員長、声が大きいよ。耳がキンキンするの。委員長ではありません。姿が見えないと思ったら、どうせまたいたずらをしようとしてたんでしょ。違うよ。さっきアルテミスのお姉さんがいたから、ちょっとびっくりさせようと思っただけだよ。でも全然気づいてもらえなかったの。絶対にやめてください。いいですか、くるみさん、みーこさん、それだけは絶対におやめくださいね。はるなちゃん、お顔が真っ青なの。これはかなり本当にダメなやつみたいなの。チェーチェーじゃありません。ついに D4 フェスが始まったのだ。パンフレットを見る限り、今回もなかなかの強者揃いなステージばかりですな。だがやはり要注意なのは妖馬学園の先輩方。その中でもあのリンク先輩のハッピーアラウンドについては要注意なのだ。前回に続いて今回も堂々とメインに参加なんて、うらやむ。いや、とんでもない成長っぷり。さすが、この私を倒しただけのことはありますな。むむむ、本当ならこのまま残ってハッピーアラウンドを調査すべきところなのだが、そろそろ私も出番なのだ。まあ、ハッピーアラウンドのライブが見れないのは残念だが、これは逆に私にとって好機ですぞ。奴らさえいなければ、今度こそルーキーステージの優勝は私のものなのだ。なあ、とにかく待ってるのだ先輩方。まずはルーキーステージで優勝して、そして次にメインステージを我が手にしてやるのだ。開会式盛り上がったよね。うん、会場いっぱいに全国の DJ ユニットが集まったんだもん。感動ものだったよ。そうそう、全部のステージを見るのは無理かもしれないけどさ、できるだけたくさん見たいよね。どれだけいたってムニちゃんの可愛さに勝てるわけないんだから。そうよ、そうに決まってるんだから。ムニ、どうした？なんか普段よりも言葉がきついっていうか。別にいつも通りじゃない？ひょっとして本番が近づいてきて改めて緊張し始めてきたとか。わかるよ。正直私も今になってすっごく緊張してる。バカ言わないで。てか変に生温かい話を向けるんじゃない。それ慰めになってないじゃない。というか私は緊張なんてしてないんだから。みんな緊張してるんだって。だから、はいはい、わかってるって。
アイリさんもファイナルにいる時よりすごい感じだったよね。まあちょっとは認めてあげてもいいかもね。アイリさんたちには本気で挑むって言っちゃったけどさ、やっぱり無謀だったと思う？なーに？あんたこそラピッド能力かってことで言葉に影響されちゃったんじゃないの？いやそんなことはないけど。確かに今回の D4 フェスの話題を独占してるのはあの4人だわ。うん、ドキドキするよね。でも同時に私ワクワクしてる。リンコってば本当にでもマイペースよね。でも今回はあんたの言葉が正しいと思う。うん、そうだね。確かに私もドキドキして不安もあるけど、でもその何倍もワクワクしてる。最初から力が及ばないかもしれないなんて考えてたら始まらないよね。うんうん、すっごい人と同じステージに立つからってそれで本気を出さない理由なんてないもんね。そうだね。私たちは私たちの全力を出してみんなにハッピーアラウンドの音楽を伝えるだけだ。あとあと屋台もたくさん出てるんだよ。美味しいものたくさん食べられるよ。え、それってステージとどういう関係があるの？え、D4 フェスってステージの上以外にいっぱい楽しいところがあって、どうせなら楽しいもの全部目いっぱい楽しみたいなって思ったんだよね。そっか、そうだよね。アルテミスがすごいからって逆の意味で意識しすぎてたかも。やっぱり自分自身が楽しめなくちゃ私たちじゃないよね。リンクのマイペースさには誰も勝てないわよね。こうなったら私もリンクを見習うとするわ。前回の大会もいろいろなお店が出てたし、今回もきっと大にぎわい間違いないわね。私たちの出番が終わったら会場もいろいろ見て回ろう。ステージの上に登ってもステージから降りても D4 フェス期間中全力で楽しもうぜ。ラピッドノート
さん。ありがとう。ま、私たちほどじゃないでしょうけどね。なんでしょう。そうですね、アルテミスは確かにすごい。けど、だからってこの舞台を本気で楽しまない理由なんてないですからね。そうそう、せっかくすっごい DJ ユニットが集まってる D4 フェスだよ。楽しまなくっちゃ。だからラビットノートの演奏もすっごく楽しみ。少しでも迫力が伝わってきたよ。うん、ハッピーアランドのみんなもすごかったけど、相手のラピッドノートもいいノリしてたね。ひょっとしたらだけど、ハピアラのみんなのパフォーマンスを見て刺激されたんじゃないかな。ラピッドノートの人たちが？ええ、実は一人で会場の下見をしに行った時、ラピッドノートの人から声をかけられたんだけど、あまり大会に集中しているようには感じなかったのよね。だからあんなに熱のこもったパフォーマンスが見られたのはちょっと意外だった。ハピアラのパフォーマンスを見て火がついちゃったと。確かにそのぐらいハピアラのパフォーマンスは良かったよね。私も感じた。今までの枠を乗り越えた感じ、すごくいい音だった。だったら勝ち抜くのはハピアラだと思う。私たちも負けてられないよね。明日は私たちの出番よ。私たちの宇宙を感じてもらいましょう。うん。